チャオ、あっちゃんです。またえらい時間で3時ちょい過ぎ、ヒカが帰ってきました。で、ようやくお腹を空いたことに気がついて、今からご飯です。なんだそりゃ。もう今日ね、ご飯こんだけ残ってるからね、簡単にさっと作ります。ここにね、塩をね、パラ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 と、岩戸の塩パラパラとします。で、赤酢、赤酢さんを、赤酢はね、酒粕でできたお酢、要は江戸前のお寿司の寿司酢、江戸前寿司やねんけどね、ちょっと入れすぎたかな、ご飯少ないのにね。ご飯こんだけしか残ってなくて、朝お弁当の時炊いてその残りやねんけどね、あ、美味しいね。のりをね、1枚チケットあかんからね、ジップロックの中に置きます。この前買ってきたホッキ貝サラダ、これをね、出してね。何ぐらいの大きさでいいかな。ちょっとちっちゃかったかな。まあいいや。食べましょう。はい、ということでね、今日はね、一人手巻き寿司ということでね、一人手巻きシーサラダ寿司、ホッキ貝サラダ寿司にしましょう。これ おつまみに買うてきてんけどね、なかなかね、おつまみをつまみながら、何かをするっていうのは、いつも間がなくってね、賞味期限ね、切れちゃったらもったいないんでね、傷んじゃダメなんで、ちょっと、食べましょう。ちょっと待ってね、調べ物を今しないといけないんで、はい、大丈夫です。はい、ということで食べましょう。まずね、ご飯を包んでね、でここにシーサラダを乗せて、ふんわかりな、これしよう、おいしい、食べる、シーサラダ、チーサラダ食べる？いらん？いらんって。美味しいね。昼間からこれは幸せだよ。美味しいわ。新鮮だな。美味しい。ねえ。おいしいに食べられんな、なおしいまあ、昼にどうやけど回転寿司いたら昼に食べられんけどね。好きなものだけで食べていく。おいしい、赤酢美味しいのよ。ちょっとお酒の風味がふわっとしてね、酒粕で作ってるから美味しいよ。江戸前の寿司のね、寿司酢、
おいしい。そうやったら出てきたけど、あの裏にいますからね。無理だし食べようかな、これは。おいしい。ロリとね、寿司酢これとこのシーサラって合うねんね、この組み合わせ。そうね、昼前からちょっと出かけとってね、さっき帰ってお昼食べへんかったさっき帰ったとこやねんけど、もう一回またいかんな、めんどくさい。まあ、火曜日と同じ条件やけどね。なんやかんやとね、バタバタしますわ。おいしい。ご飯だけ残っちゃったからシーサラダも乗せて食べるわ。ね、赤酢はねほんのり甘いね。だから寿司作るとき砂糖ほぼいらんねん。赤酢と塩だけでね。なんかコクのあるいい米酢になるのね。おいしいわ。寿司酢にホッキ貝サラダって合うね。サラダだけ食べても美味しいんだけどね、これをご飯と一緒に食べると最高。完食しました。まあ、お椀ちょっとだけどね、もうちょっと持ってるから後で食べましょう。なんかね、
くり食べて、また昼から出てかな、昼かって夕方前ぐらいに出てかなから、美味しかった。はい、ということで今日のあっちゃんのお昼ご飯、一人手巻き寿司、赤酢、江戸前のお酢、赤酢で、シーサラダ、一人手巻き寿司でした。美味しかったです。ごちそうさまでした。もうあちゃんシーサラダだけで、お腹いっぱいにすれば食べていいや。ぐらい大好きなシーサラダ。今度シーサラダだけ、ね、なんか10皿ぐらいだとって、一人でシーサラダだけ食べに行こうかなと思ったりもしないけどね。昔でもね、シーサラダばっかり持ち帰り、ちょっと出かけとってね、お父ちゃんとお母ちゃんと弟とか妹が一緒にお寿司食べに行って、あっちゃん出かけとったから寿司いらんって言って電話かかってきて、でシーサラダだけ固定って、だけっていうシーサラダだけ何本パック一パックに入って固定で入れた、でパックに入るだけ入れたみたいで、なんかね8皿ぐらい入ったとか言って、でシーサラダばっかり持って帰ってこて幸せやったよ。こんな感じでね、今日のあっちゃんのお昼ご飯、手巻きシーサラダ、よかったやと思ってくれたら、高評価、応援、コメント、チャンネル登録よろしくね。で、またね、バイバイ。おいしい。